では続いて投稿コーナー、ペンネームあかんこちゃん。こんにちは。おはよう。あ、そうや、今日買い物行ってきますんで、あとよろしくお願いできますか？あ、ほのか、あとは私らに任せていっていいよ。はい。ヒロシ、少しはシャキッとしたらどうなん？おはよう。おーす。おはようございます。もうおはようやあらへんけどね。業界ではいつ会ってもおはようございますなんですよ。どこの業界の話やねん。あー、どこでもええんです。多分きっとホラーのテレビ業界とか。多分きっとやらへんで。まあ確かに親父もそんなこと言うてた気がするけど。でしょ、私みたいなスーパープリティ後輩の言うことに間違いはないんですよ。誰がスーパープリティや。師匠、プリティってなんかおっさんくさいですよ。誰がおっさんやねん。師匠のことやないですか。アホくさ、マリモの相手なんかしとったら疲れるだけやで。ヒロシさん、最近なんだか深刻そうな顔してますね。何かあったんですか？深刻そうな顔はヒロシさんには似合いませんよ。そうですよ。
ひろしさんは軽音部の要なんです。だから早く元気になってもらわないと。はい、ひろしさんが入部する前はほんとまとまり悪かったんですよ。ボーカル不在のままで練習してましたし、どこに何かを発表することもできませんでしたから。そしてひろしさんがいてくれたから、小西さんも入部してくれて、おかげで文化祭のライブも成功できました。桜井さんがボーカルをやることになったのはひろしさんの力です。桜井さんの歌が上手なのはみんな知っていました。でも桜井さんは今までボーカルをやろうとはしなかったんです。はい、ひろしさんが入部してから桜井さんは随分変わりました。表面上は変わったようには見えないかもしれませんけど、内面的なものですね。これは中井戸さんや村上さんにも言えることかもしれません。どう変わったとは言いづらいんですけど、みんな前よりも生き生きしてきています。これはみんなひろしさんが来てからなんです。だからひろしさんは軽音部にとって要なんです。確かに最近中井戸さんも落ち込み気味なのは気づいています。最初ひろしさんと喧嘩したのかなって思いました。でも少し感じが違ったので、そうやったんですか。でもそれを責任に感じて塞ぎ込んだらダメです。ひろしさんが何もしなくても遅かれ早かれきっとこうなったはずですから。逆にいいことだったんじゃないかと思いますよ。違いますよ、ひろしさんはみんなのこと考えてやったんでしょ。心配しないで、きっとうまくいきます。だって、みずきさんの願いを叶えたんですから。だから、元気になってください。お前からも言ったってくれ。し
将がみんなに時間にルーズやと思われてるって傷ついたとか言ってるんです。時間に遅れたりすることはあるけどな、部活にはいつも早めに来とるで。あ、それは確かにそうですね。せやろせやろ。そうですね、大抵一番最初に来てますよ。ほら、ほのかさんが証人やで。それってほのか先輩が一番最初に来てるんじゃないですか。ほのかが一番偉いってことやね。そうですね、影のドンと呼びましょう。それはちょっと。まあ、ええやん、ええやん。影のドンにしといたら。師匠は人が困ると喜ぶんですから、困ったものですよね。まあ、ええわ。練習しよう。って言ったんです。やっぱりあのことが気になってるんですか。ヒロ先輩、それは違います。私にもトモコ先輩にも責任はあるんです。だから先輩一人で抱え込まないでください。私たちにも少しだけ分けてください。
先輩、一緒にやりましょう。前に弦を強く張りすぎて切れた時、ピューンって飛んできて腕に当たったら切れちゃって。私の元気ならいくらでも分けてあげますよ。ヒロ先輩、先輩、今日部活休みやそうです。さあ、師匠が私のところに来て今日は部活休みなって言ったんで、私もなんでですかって聞いたんです。そしたら師匠、俺も時々忙しいねんとか言ってそのまま帰っちゃって。そうかもしれませんね。そろそろ午後の授業始まりますよ。急いで戻らへんと。こんばんは、小川美穂です。ずいぶんと寒く。それでは次の投稿作品をご紹介したいと思います。ペンネーム、あかんこちゃんからいただきました。常連の方ですね。ありがとうございます。あかんこちゃんの作品はスタッフの間でも人気があるんで、楽しみにしてる人も多いんじゃないでしょうか。それでは早速紹介しましょう。タイトルは安らぎのもとです。はい、ありがとうございました。いやー、なんともジーンときちゃう詩ですよね。このあかんこちゃんは学生さんかな。授業中もこうやって彼氏のこと思い出してるんでしょうかね。もう好きにしちゃってください。
はよう。ヒロシ、どうしたん？そんならええけど、なんか怖い顔してたよ。仲井戸君と瑞希ちゃんのこと？あんまり自分を責めんとき、体壊すよ。こんにちは。遅かったな。ん？ああ、そっか。おんじゃな。やっとんな。まあそんなもんや。すまんな、ヒロシ。俺のせいでお前部活の雰囲気が嫌なんやろ。すまん、これからはちゃんとやるから。俺もさ、普通に振る舞うように頑張るから。ヒロシも機嫌直してくれよ。お前は人一倍周りの雰囲気を気にするやつなの分かってるから。
小西のおばあさんが倒れたって連絡が入ったの。梶原総合病院に救急車で運ばれたって言ってたわ。宮本、遅いぞ。私ら、蓮見先生から連絡もらってここに来たんです。多分ヒロ先輩も来るだろうからって待ってたんですよ。ヒロシも来たことやし、ほんなら病院向かおうか。手術をしてるとこない。ほな、今は待つしかないな。きっと大丈夫ですよ。今お前がしっかりせなあかん。私たちもついています。みんなありがとう。もう大丈夫。手術は成功したよ。ヒロ先輩。ヒロ先輩、お願いです。今日はトモコ先輩と一緒にいてあげてください。ありがとう、ヒロシ。森本先生、おばあちゃんに会えますか？少しなら大丈夫だろう。まだ手術が終わったばかりだ。起こさないように静かにね。おばあちゃん。